サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。今日はどうです。はい、今日はですね、世界一わかりやすく、モル濃度についてね、本当に噛み砕いて解説しようかなというふうに思っています。じゃあまず、モル濃度わからないよっていう人、大前提です。この図、ちょっと覚えてほしいんですよね。で、この図、モルの計算の時に使うモル計算の時の図になっています。で、モル濃度分かるためには、モル計算できないとダメなんですよね。じゃあ概要欄に3、4分の動画貼ってるんで、概要欄の方先飛んでから、この動画にまたね、戻ってきてほしいなというふうに思います。あとちょっとこの図も、よう分からんなっていう人は、モル計算分かってても概要欄の動画来てから、戻ってきてください。てことでここはちょっとお願いします。じゃあ、モル濃度の方から解説していきましょう。モル濃度。結局なんやねん、その概念別に分からなくていいです。もう皆さん覚えておいてほしいな。とにかくモル濃度はモルルだよ、これだけ覚えておいてください。要するにモル分のリットルだから、モルル、モルにル、モルル、これだけ覚えておいてください。まあ、もっと簡単にって書くならば、リットル分のモル、こういう風になってくる。ここだけは覚えておいてほしいな。だからこれをスラッシュで書いて、モルル、モルル、これだけはとにかく今日覚えて帰ってください。じゃあ、いきなりね、もう実践編行きましょう。この問題解いていきますね。まあ、だから何が求めてほしいかって言ったら、結局、モルとリットル、それぞれが分かったらもう OK なんですよ。で、この問題で、今、もう2リットルっていうの分かってるじゃないですか。だから、あとは、この水酸が 20g の水酸化ナトリウムのモル、これだけを求めてあげたら、この問題も完結します。ということで、まずね、ちょっと実践編でやってみましょう。で、じゃあ、前のモル計算みたいな感じで、この図で考えていくと、20g の水酸化ナトリウムですよね。じゃあ、ここはもう20って分かっています。で、分子量を計算すると、まずモルを求めていきますね。20g あるんで、モルからグラムやったら掛け算やったけど、グラムからモルやから割り算でしたよね。だから、20割る。で、分子量を求めていきましょう。NaOH なんで、23たす16たす1。なんで、23たす16足す1っていうことで、要するにこれ40っていう風に分かりますよね。じゃあ要するに、これの 20g の水酸化ナトリウムのモル数っていうのは 0.5 モルだよね。これも皆さん OK ですか？これでモル出るじゃないですか。じゃあもうここでモルが出たんで、リットル分かってるんで、もうこれでね、この問題はおしまいです。だから答えは、モルルなんで、モル分のリットルっていうことで、0.5 モル分の2リットルの水溶液。なんで2リットルですよね。っていうことで答えは、まあちょっともう簡単にして20分の5イコール4分の1なんで 0.25 モルリットル。これが一番ね、簡単な基礎の形、基礎の形になってきます。じゃあ次ちょっともう一個ね、演習問題、もう2個だけね、やってみましょう。カサニマロ。はい、じゃあ大問2やっていきましょう。ちょっと皆さんこの問題、動画を止めてやってみてほしいなというふうに、大丈夫ですか？動画を止めてやってみてほしいなというふうに思います。じゃあ一回動画止めてやってみてください。はい、じゃあできたでしょうか？じゃあ解説していきますね。さっきと全く同じ原理で解けます。要するに、モルルなんで、モルとリットルが分かったら解けましたよね。じゃあやっていきましょう。これも3リットルっていうリットル分かってるんで、あとはモルを求めてあげるだけです。ということでじゃあ、73g の HCl があって、また、これ73なんで、分子量で言うと、73割る分子量は、モルですよね。グラムからモルなんで、さっきもこれと、さっきとこれも一緒です。73割る 35.5 足す、これが HCl なんでってことですね。1.0 なんで、36.5 って言ったら、2.0。モルだよね。っていうことが分かりますよね。じゃあ、ここから簡単です。モルル、なんでモル分のリットル。ということは 2.0 割る 3.0。でしたら、まあ、0.66666 ってなってくるんですけども、まあ、だいたい有効数字見ると、2桁。っていうことを鑑みて、答えは、0.、四捨五入をして、66を四捨五入をして、0.67 モル分のリットル。だから 0.67 モルリットル。これが第2問の、ね、答えになってきます。じゃあ最後ちょっとね、難しめの発展問題頑張ってやっていきましょう。カサニマロ。よし、じゃあ最後大問3、発展問題ちょっとやってみてください。さっきまではモル濃度を認めてくださいだったけど、ちょっと問題が変わってきてます。しかも問題2個あるんで、ちょっと動画止めてね、やってみてください。
はい、じゃあ皆さんできたでしょうか？解説していきますよ。ちょっと1個目ね、悩んだんじゃないでしょうか？で、これまあ、リットルリットル相殺式とかいろんな解き方あるんですけども、ちょっと一番わかりやすく、本当に解説、わかりやすいっていうのを重視で解説していきます。これ皆さん、今、1リットルで 0.25 モルっていうことですよね、このモル濃度っていうのは。じゃあ、0.25 モルやったら、1リットルですよね。じゃあ、200ミリリットルやったら、なんぼかっていうのが答えじゃないですか。何モルかですよね。じゃあ、この何モルかっていうのを X っていう風に考えると、1リットルの時は 0.25 モルですよね。じゃあ、今200ミリリットルなんで、これリットルに直すと 0.2 リットルじゃないですか。じゃあ、X 対 0.2 ってことですよね。ここの1リットルと 0.2 リットル対応してて、0.25 モルの時は、で、こことここが対応している、モル、モル、リットル、リットルっていうふうに対応してますよね。じゃあ、こういう比例式は書けます。で、考えると、X は、じゃあもう、内、外、外なんで、0.25 かける0.2。なんで、答えは、0.05 モルっていうことになります。OK でしょうか。だから、ここの答えは、0.05。まあ、有効数字2個なんで 0.050 にして、0.050 モルリットル。めちゃくちゃ小さいんですけど、0.050 モルになりますと。で、下、ちょっとすいません、これ消させてくださいね。で、NaOH は何グラムか。じゃあ、ここの、今モルが分かってるじゃないですか。で、これが何グラムか。なんで、モルからグラムなんで、モルかける分子量、まあ、今回は式量ですけども、ということで、モルかける分子量でグラム。ということで、ここに分子量書いてありますよね。じゃあ、シンプルに書いていってあげましょう。0.050 かける23足す16足す1、まあ、要するに40ですよね。は何ぼかっていうことで、じゃあ40かける0.050やから、2.0 っていうのが出ますよね。これはちょっと皆さん頑張ってちょっと計算してみてください。0.050 かける40は 2.0 だよね。だから答えは 2.0 グラムだよっていうのが出てきます。皆さんここまでできたらね、ある程度モル濃度できるようになってくるかなというふうに思います。わからない人、もう一回最初から見てみてください。それでもっとわからんかったらこっちのね、大前提の方の動画、概要欄貼ってるので見ておいてください。ということで今日は終わりましょう。ありがとうございました。バイバーイ。成功は成功、失敗は大成功、運命は最善になる、信じるんだ。